日はいかがいたします？はい、頑張りましょうね。マスター、ここが悪魔さんから指定のあった場所です。やってきたですね、悪魔さん。さすがのクロナもそろそろ堪忍袋の尾が切れそうですよ。こちとら卒業がかかっているですからね。今日は本気で行かせてもらうですよ。マスター、お願いします。悪魔さんを倒しちゃってください。定時に肩入れするなんて、やっぱり人間はどうしようもないです。天使に組みする愚かな人間よ。このクロナ様が直々に片付けてやるです。頑張ってください。クロナの力見せてやるです。これで学校内の騒ぎも収まることでしょう。残念でした。おへ、この声、お前が倒したのはクロナ自身ではないです。でーす。そんな、あなたはさっき倒したはず。ボコボコにされたさっきのはクロナの分身のようなもの。無駄足お疲れちゃってーす。分身だなんて、学生なのにすごい魔力です。ふふん、ク
ロナも最近知ったのですが、クロナは悪魔学校始まって以来の膨大な魔力の持ち主。人はクロナのことを魔力量だけなら大天才と呼び叩いているのです。それってバカにされてるような。首寸前の落ちこぼれ天使に何を言われてもクロナ全然気にならんです。お、落ちこぼれ、何も根拠にそんなこと。根拠ならここにあるですよ。それ私のカードキーです。これにアホ天使の成績やら評価が詳しく書いてあるです。いやー、びっくりするぐらいの落ちこぼれ社員ですね。同情するです。逃げられちゃいました。黙っていてすみませんでした。実は私、会社でも窓際天使、何をしてもうまくできないダメダメな天使なんです。今回のお仕事がラストチャンスでして、期間内に悪魔撃退ノルマを達成できないと私クビになっちゃうんです。マスターをパートナーにしたのも好きで選んだわけではなく、その残っていたのがマスターだけだったからだったりで。マスター、私感激しました。感謝感謝大感謝です。不甲斐ない好みではありますが、精一杯マスターをサポートいたしますね。何？何何？何くれるの？嬉しい、ありがとう。あれ、今日のあなた何かが違うような。雰囲気というかオーラというか。なんと、ナナコ様にもマスターのモテオーラが効いていないようです。チル様と違ってゴーグルや私の姿は見えていないようですが、エンジェルリング社自慢の新製品、案外効かないものなのですね。なんかモヤモヤするな。向こうは気がついていないご様子。マスター急いで追いかけましょう。急に一体誰と話してるの？誰かそこにいるの？ちょっと、悪魔さん、どこかへ行ってしまわれたみたいですね。急にどうしちゃったの？急に飛び出すんだもん、そりゃ追いかけるよ。それでどうしたの？まあいいけどね、今度教えてよ。これが幼なじみの絶妙な距離感というものなのでしょうか。
日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。さあ、出発です。前にいますです。最高の時間でした。結構いいんじゃない？
ですね。左に注意してください。今日は大変でしたね。よく来たな、兄様。実は前から兄様の持っているデビルスイーパーに興味があってな。私がそれパワーアップしてやろう。何、大丈夫だ。私に任せれば全てがうまくいく。それじゃ改造を始めるぞ。なかなか興味深い構造だな。改造成功だ。さすが私。また気が向いたら改造させてくれ。今日は大変でしたね。マスター、マスター、マスターの日頃の活躍を評してエンジェルリング社から粗品が届いてますよ。早く開けてみましょう。
おやすみなさい。そろそろ悪魔退治には慣れましたか？期日までまだ時間はありますが、油断は禁物ですよ。気を抜かずに明日も頑張りましょう。それではおやすみなさい。おはようございます。ねえねえ、この間さ、急に飛び出していったことあったじゃない？そろそろ教えてくれてもいいんじゃないかな。天使に悪魔、フェロモンゴーグル、それでなんか雰囲気違ったんだ。それは大変なことに巻き込まれてしまったね。そんなことないよ。ただほら、私にはどうすることもできなさそうだしね。私にできることと言ったら応援してあげることぐらいだよ。頑張れー、ファイトー。幼馴染からの声援、七子様、なんと良い方なのでしょう。マスター、七子様もこうして応援してくださっています。一層身を引き締めて悪魔退治頑張っていきましょうね。頑張れ、負けるな。バンバン依頼こなしていきましょうね。あ、うん。何？何くれるの？最高のチョイスだよ。本日はいかがいたします？はい、頑張りましょうね。私、必死に考えました。今の私たちに欠けていることは何だろうと。そして一筋の光明を得たのです。これぞまさに典型ですね。はい、いわゆる一つの作戦です。あの悪魔さんを見て思ったのです。私、今まで悪魔さんのことを書類の上でしか見ていなかったと。ですので私、おとりとなってあのミニ悪魔さんたちの攻撃を一身に受けてみます。肌で感じてこそ相手のことをもっと深く感じられるということです。それではやりますよ。打倒悪魔、見返せ会社、作戦開始。おー、来てますよ。
合いいただきありがとうございました。マスター、私やりました。耐えてみせましたよ。おかげでちょっとだけ理解できました。悪魔さんのいたずらって痛いものとばかり思ってましたけど、だんだん気持ちよくなってきて、少し癖になるこの感じ、これが人間の弱さにつけ込む悪魔の常套手段なのですね。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。あなたね、最近悪魔を退治して回っているのは。この方たち悪魔のことを知っているのですか？あなたは天使？私が見えるのですか？見えるよ。私はマヤ、神園マヤ、しのぶちゃんの妹。こっちはお姉ちゃんのしのぶちゃん。これはどうもご丁寧に。私は天使のリースと申しますです。まさか天使様までついているとはね。私たちは悪魔退治を生業としてきた神園家の末裔、悪魔ハンター、いわば悪魔退治の専門家。ビュビュンとうなるプロフェッショナルよ。悪いことは言わないわ。あなた悪魔退治からは手を引きなさい。え？なぜですか？天使様には悪いですが、今回の悪魔は素人が手を出していい案件じゃないからです。そんなこと言われましても、こっちにはこっちの都合がありますし。ならあなた、天使様が認めたパートナーとしての手腕、私たちに見せてごらんなさい。そうね、まずはこの辺りの悪魔を倒してみることね。ちょうど悪魔の力ここら辺に溜まってきてる。私たちは手を出さないから、先輩はこれから現れる悪魔を倒してほしいの。要はいつもと変わらないわけですね。やりましょうマスター。マスター、あなた天使様にそんな呼ばせ方してるの？マスターのお力見せましょうです。左に注意してください。
移動完了です。上から来ますよ。Thank you.
いがします。気をつけてください。先輩、すごい。ぐぬぬぬぬ。思っていたよりやるわね。ちょっと作戦タイムよ。ちょっとマヤ、あれ何なの？ふわーってまとめて吸い込んじゃってずるくない？あれは展開のアイテム、デビルスイーパー。天使が人間に悪魔退治を頼むとき貸してもらえるよ。そんなのがあるの？どうしよう、私も欲しいわ。さすが天使様が認めただけのことはあるよね。いいわ、あなたの悪魔退治活動、退活認めてあげるわ。でもそのデビルスイーパーのおかげということを忘れないでね。先輩、またね。今日は大変でしたね。何？お菓子くれるのか？さすが兄様。バッいいだろう、これジーがくれたんだ。兄様にも一口あげるな。なんでそういうこと言うの？ソフトクリーム落ちちゃうし。もう兄様のバカ。今日は大変でしたね。マスター、お荷物が届いてます。どうやらエンジェルリング社からの粗品みたいです。
会社はマスターの頑張りを評価してくれてるってことですね。明日もいっぱい頑張るです。お疲れ様でした。そうだ、言い忘れてました。なんとですね、明日は悪魔撃退ポイントが2倍になるお客様感謝デーなんですよ。この機会にバシバシポイントを稼いじゃいましょうね。こういうポイントサービスデーはちょくちょくありますので、お暇な時にカレンダーを見ておくことをお勧めいたします。今日も一日頑張っていきましょう。何くれるの？うん、ありがとう。あ、そうだ、私先生にプリント運ぶように言われてるんだった。ありがとう。それじゃあ行こっか。いやー、助かっちゃうなー。あなたって頼りになるね。だからリースさんだっけ、天使の人もあなたを頼ったのかも。天使、それに悪魔か。実際どうなの？悪魔問題、順調？な、七子様の影が。お？どうかしたかな？お城？お城って壁だね。壁に何かいたの？あれ？うん？変なの。まあいつまでも話してても仕方ないし、早いところ職員室行こっか。先に行ってるね。今確かに七子様の影おかしかったですよね。あの形まるで悪魔。もしかしたら七子様は悪魔に取り憑かれているのかもしれません。でもそうだとしたら悪魔の気配を感じるはずですし、マスター、七子様のことはしっかり見ておいた方がいいと思いますです。